これは俺がバニタスと出会い、俺は俺の望むまま共に歩み、多くを得失い、俺の選んだ方法でお前たちの意志に関係なく、そしてその旅路の果てに必ずヴァンピールを救ってやる。彼をこの手で殺すまでの物語。医者だ、ヴァンピール専門のな。俺は彼女を治しに来た。青い川拍子に漆黒のページ、金の鎖でつながれた機械仕掛けのグリモワール。さあ彼女の神明を返してもらおうか。まさかバニタスの書。バニタスの書の力で彼がアメリアさんを元に戻したんです。君はその男の戯言を真に受けてるのか。いえ、俺はこの目で見ました。だからバカバカしい。こんなものはただのガラクタだ。なんでそんなこと言うんだ。ゆるい、やってみないとわからないじゃないか。助けられないんだよノエ。君にできることは何もない。君には何もできやしないんだ。バニタス殿、ぶしつけながらあなたにお願いがあってまいりました。なんだ。どうか僕にその本を渡していただけないでしょうか。ウィーボートルワルテス。僕の婚約者。婚約者？違います。あの人間が見ていたのはお前だ、ルキウス。普通のヴァンピールならばジャンヌのように怒り狂うのが当然のことだが、お前は一瞬の動揺を見せた。ああ、あの男の言葉を肯定したも同然だ。女王陛下、僕はどうすれば。あなたは。あ、私の名はローラン・フォルティス。壁曲を賜った第6のパラディンさ。パラディン、シャスールを束ねる12人の隊長の一人。盾の九九君、君はとっても素晴らしい実験体だもの。どんな実験も快く協力してくれたし、切り刻んでも死にかけても泣き言の文句も言わなかった。バカみたい。どうしてこんなことしてるの？黙れ！
俺は医者だ。ヴァンピールどもを救うためにここにいる。ノエバリタス。これは俺がバニタスと出会い、共に歩み、多くを得、失い、そしてその旅路の果てに彼をこの手で殺すまでの物語。